まあ大勢っちゅうのもね、それは威圧的な感じになると思うけど、でも喋ってんのは3人しか喋ってねえんだからさ、そもそもが。他の人がもしね、わわわわ言い出したら、それは失礼だと思うよ。そのあなたが何か言おうとしてんのに、畳みかけるように、いやいやいや、いやいやって、これはいけないよ、卑怯だけどさ。先生堂々と、一応一人一人で喋ってるじゃないですか。ただまあ大勢いるからね、気持ちとしてはさ、なんか囲まれてて、威圧的に感じるのは、まあ、それは本当に申し訳ないと思うけど、ただね、それはね、みんなね、少なくともみんな、学会にしろ、検証会にしろ、その間違った指導者に自分が長年、たぶらかされてきたんだっていう思いはみんな共通に持ってんのよ。だから、誰一人、ここに集まってる人、誰一人ね、あなたに対して、何かその、とっちめてやろうだとか、なんかこう、圧力かけて潰してやろうとか、そんな心持ってる人は一人見ませんよ。みんな自分が間違った指導者に騙されてきたから、あなたも早く目が覚めてほしいっていう、その一点だけだよ。それが池田大作さんであれ、浅井翔英さんであれね、同じなんだよ、それは。だから、大勢いるけどさ、あなたがこう感じるようなね、そういう威圧感というかさ、それは思わなくて大丈夫だよ。みんな口を開けばあなたに対して自分の精一杯の体験を語ってね、そしてなんとかその目を覚ましていただけないかっていう、それはあなたのためなんだよっていうだけだよ、みんな。まあ声が大きかったりね、俺みたいにちょっとね威圧系だったりするものはあるけどさ、でも